平本明夫です。自分のやりたいことを見つけて叶える際に大事なのは、いろんな初めての人とつながっていくこと。交流会やセミナー、パーティーや朝会、いろんなところでタイプ、能力、技術、いろんなものが違う人とどんどんつながってネットワークを広げていくことが、自分の夢を早く叶える、そして確実に叶える、何よりも重要な力。そしてその時大事なのが雑談力です。まずはステップ1では承認。パッと目に見える相手のこだわりを承認したりとか、相手の内面を承認したりとか、しかもで二重で承認したり、真逆なものを承認したりとか、そして私が受けたいい影響を承認する。そしてステップ2は自己開示。聞き上手、質問上手ではなく、傾聴でも質問でもなく、まず自分が自分のことを先に話をする。そして自分が心を開いた分だけ相手が言ってくれるし、自分が先に言うからこそ相手がそのテーマで答え出す。そして第3ステップで大事なのは共通点。この時何でもかんでも感心したり共感したりせず、本当に心から自分が好きだっていうテーマで盛り上がっていく。その時のコツは、共通点がなかったら、なるほどそうなんですね、他にありますか、他には他にやっていってるうちに、それが続きテンションを上げて本当に盛り上がってください。ダイレクトじゃなくても関連するもので。そして5ステップ目、大事なのは話させ上手です。聞き上手というよりは、相手に話させるのが上手な人ほど雑談力が得意でつながっていきます。イメージとしては、相手にスポットライトを当たって、そして相手そのものというよりは、相手が興味があるものに興味を持ちます。相手そのものに興味を持っちゃうと、なんでダメか。それは分析されているような感じがします。この人こんな人じゃないかな。この人は、愛情豊かな人じゃないかな。この人は小煩悩じゃないかな。この人は、白黒はっきりさせる人じゃないかな。そうすると上から目線になっちゃって判断評価になっちゃうし、下手をしてたらそれを使ってなんか操作される印象が受けちゃうんですね。だから相手に関心を持つんじゃなく、相手の関心に関心を持ちます。よく心理学コーチングやってると、分析されそうで怖いですって言うんですけど、私のコーチングは相手を一切分析しないです。何をじゃあ分析するか。相手の過去を振り向きながら、何が大事か、価値観一緒に振り返ってみたり、相手が未来何をしたいか、未来やりたいことを一緒に見たり、つまり相手が見てる 目線の先、相手が聞いてる耳の先、相手が感じてる肌の先を一緒に興味を持っていきます。まるでヒーローインタビューのように、ああそんな時どんな思いでそれ頑張れたんでしょうね、そして本当はどんな風になったらいいんですか、将来そんなことやりたいんですねって、相手が興味があること、相手がワクワクすることに聞いていってほしい。そして世界一簡単なコーチングクエスチョンは3つ。具体的には、例えば他には、いや釣りが好きでねって言ったら、具体的にそれの何がいいんですか、例えばどういうところが魅力なんですか、なるほどね、釣りのそれが好きなんですね、他に釣りがいい理由ってありますか、具体的には例えば他にはって言うと、どんどん相手は話してくれます。そしてこの話させ上手、とりわけ私のコーチングが決定的に違うところは何か、相手が楽しい話をしてたら、そのアゲアゲ気分を2倍で返していきます。先日子供と潮干狩り行って楽しかったんだよって楽しい話をしたり、2倍、潮干狩り行って楽しかったんですか、こんな風にプレゼントしたら妻が喜んでくれ、奥さん喜んでくれたんですねとか、彼に告白したらこんな風にニコッとうなずいてくれて、うわーニコッとうなずいてくれたんですねって、相手が楽しい話をしてるときは2倍それを上げ上げにするし、相手が悔しい話や悲しい話をしてたらそれを2倍下げ下げにします。いやー本当にもうちょっとで勝つとこだったんだけど、最後の一歩で抜かれちゃったんだよな、うわー悔しいですねって2倍悲しい、一生懸命徹夜したのに
全然上司は分かってくれなかったんだよ。そっか、分かってくれなかったんですね。あげあげをも2倍、下げ下げも2倍、相手の矢印が上向いてるなら上に2倍、下向いてるなら下に2倍です。これ上げなかったり下げなかったらどうか。いやー、子供と潮干狩り行ってきて楽しかったんですよ、つったら、子供と潮干狩り行って楽しかったんですね、言われたら、あなた全然共感してくれてないじゃない。もしくは、いやー、もうちょっとで優勝するの最後抜かれちゃったんですよ、って言われたら、もうちょっとで優勝するところ最後抜かれちゃったんですね、全然あんた聞いてねえじゃん。実は上げの気持ち倍、下げの気持ちも倍、上げたり下げたり相手の矢印をもっと強調するだけで、うわーこの人自分ごとのように聞いてくれてる、つってついついもっと話したくなります。これが話させ上手の一番のキーポイント。